ビスサーキット西コース。これディレクションタイムアタックは、うん、エビスは西だけでした。西だけ、東は入ってないんですよ。どうだ LED ビーム、 LED パッシングかっこいいやろ。このために LED にしたんだからって久々です。なんかコース変わったんか。そうだよね、変わってないのか。変わったよね。すげえ変わったら嫌だから最初ちょっとおとなしく行こう。ここは気持ちいいんだよね。うまくいくとね。うまくいかないとやばいよ。あのハザードが今みたいなことが起きるから本当に危ない。どっちに来るかは分かんないのでウィンカーでやりましょう。ちょっとブレーキ余ったな。おー、路面グリップいいね、ここ。さあ、アタック開始。攻めてます。飲みすぎ。危ない危ない。あ、マイクが落ちた。兼ねてコースの説明をします。最初この縁石踏んでから余計に曲げようとせずにコース幅ギリギリを使ってクリアをするっていうのがすごい難しい。でこのブレーキもあんまり最初から ABS 効かせっぱなしみたいなのではなく、ここの進入でお尻を出しすぎない、曲げすぎない、コース幅をうまく使うと。で次3コーナーっていうのかな、ここはすごい難しいですね。ちょろちょろちょろっとインを回っていける車、それから、真ん中辺から後半にクリップを取っていく車、それは車との相談で、それで9番ポストのコーナーは右目いっぱいから、まあ、ここでシフトで向きを変えられる車もあると思います。でそれでギリギリ
でここが難しいね。ここも超ハイスピードなんで、今俺3か4かってとこ行きましたけど、読んでいこうとするとかなりリスキー、強い気持ちを持っていかないと、途中でめげます。めげた途端にコントロールを失う。気をつけるように。雨降ってきましたね。まあという感じで、何秒出たかちょっと分かんないですけど、かなりそのディレクタータイムアタックのコースの中ではハイスピード、難しいコースです。心して走ってください。